はい、シールズ自由と民主主義のための学生緊急行動、諏訪原武史です。普段は筑波大学の大学院で教育社会学を専攻しております。自分からまず、皆さんにお話ししたいのはですね、この市民連合ができるということがどういう意味を持っているのかということです。それっていうのは、市民がリーダーシップを発揮して、そして社会を自分たちの手で動かしていく、そういう政治の在り方、民主主義の在り方っていうのが始まるっていうことの意味を持っていると僕は思っています。先ほど山口先生からもありましたけれども、そういう意味で文字通り民主主義っていうものを取り戻していくというのが、市民自らの手でこうリーダーシップを発揮されて、進んでいくというのが今日この日だというふうに考えています。この間、夏の間いろんな運動が展開されましたけれども、そこで広まったことっていうのは、ここにいる皆さん見ても分かる通り、これまでずっと運動に関わってきた人もそうですし、あるいは学者であったり、ママであったり、学生であったり、そういう何かカテゴリーとか肩書きとかっていうものは関係なく、自分たちの生活のために、自分たちのこの社会のためにできることをやっていこうという動きだったと思います。何かは、例えばシールズが発言をすると、お前ら黙っておけみたいなことを言う人たちもたくさんいますけれども、いや、民主主義っていうのはどんな人だって発言していいし、どんな人だって望むべき社会像っていうものを語っていい、そしてその先にどうやってこの社会で共に生きていくのかっていうことを考えていく営みだと思います。そういう意味で今日この日からまた民主主義っていうものがより厚みを持ったものになっていけばいいと僕自身は考えています。ここからはシールズとしてというところですけれども、シールズとしての強みが何だろう、強みは何だろうっていうふうに考えた時に、一つ大きいのは、私たち自身ずっとこだわってきたのは、個人として言葉を紡ぎ続けるということです。個人として語るっていうことは、自分の普段使っている言葉で、より自分に身近な言葉で語りかけるということであり、それっていうのは今回この広い多くの人々に伝わるっていうことに貢献してきたと思います。そういう意味で政治が日常の一部なんだっていうことを、私たち自身は伝えるっていうことはできたんじゃないかと思っています。また、単なる安保反対派という、レッテルを貼られるんじゃなくて、個人として自分たちはこう考えてますっていうのを言うことによって、初めて伝わる人たちっていうのもいると思います。そういう意味で、私たち自身の強みっていうのは、広くいろんな人たちに対して語りかけることができるっていうことだと思っています。なので、この市民連合という形で今回新しく出発をしますが、その中でも、幅広い人たちに語りかけられる言葉で、また、あるいは動画であったり、ブックレットとか、そういうものも含めて、いろんな方法を使って、いろんな人たちに語りかけることができたらいいと思います。まさに今問われているのがどういうことかというと、立憲主義だったり民主主義だったりという、これからこの社会がどういう方向を目指していくべきかという議論を、していく上での、土台の部分が本当に揺るがされている。そういう意味では、この問題がこの社会に生きる人にとって関係ない人っていうのは、そんな人はいないと思います。全ての人にとっての問題です。それについての問題提起というのを私たち自身していきたい。直接的な目標っていうのは、参院選で勝つっていうところに、アシストしていくっていうのが市民連合の目的ではありますけれども、僕たち自身は、さらに言うならば、もっと長い目でですね、この市民社会をさらに育てていく、厚みのあるものにしていくっていうところに対してもアプローチをしつつ、立憲主義であったり、民主主義であったり、あるいは平和主義であったりということを、もう一度考える、そういうきっかけにしていければいいというふうに思っております。自分からは以上です。